ソシエダ、久保スタメンもパリとの死闘に敗れる。CL ベスト16ファーストレグソシエダ VSPSG、久保スタメン。メンツだけ見たらいけそう、親兄がいないのだけ痛いけど、勝てる勝てるぞ。久保来ちゃー、そして間違っても交代でサビ下さないでくれ。イガニン怪我か、久保とガンちゃんの対決見たかった。前半はスコアレスで折り返し。ソシエダ圧倒してて久保選手もめちゃくちゃいい、あとは得点だけ。ほんとソシエダって国外クラブに強いな、去年のユナイテッド戦でもそうだけど自分たちのペースに巻き込むのが上手いと思う。相手に押し込まれててチャンスの作れない時間帯で久保の個人技からコーナー取ってそこからソシエダの流れに持ってくの何度も見てるし、これがでかいんだよな。58分パリ1点目エンバペ。エンバペ化け物やんけ、こんなのリーガに来ないでくれ。そもそもラストタッチバルコラでコーナーじゃなかったんだけどね、ソシエダマジで持ってないわ。エンバペ一瞬の動きが早すぎるな、これが世界一のフットボーラーか。久保マーク思いっきり外したねー、やっちゃった。70分パリ2点目バルコラ。はい、おしまい。ソシエダ雑魚、個人技でこじ開けられる展開が残酷すぎてつらみ。エムバペは仕方なかったけど今のバルコラはツヤーって声出てしまった。そして試合終了。セカンドレグで挽回するしかないっすね。久保はシーズン序盤の別格さが消えてしまったな、何かきっかけで戻るといいけど。エンバペゲーおもんない。ソシエダ前半で何点か決められただろ、前線に決定力ある選手がいないのはかなり致命的な弱点だね。2点差ひっくり返してソシエダの伝説になろう。